今日はですね、鈴木さんに会社の経営とですね、はい、学校の経営の、共通点と、そして違う部分、気をつけて違えてる部分があれば、はい、どういうところを気をつけて違えてるかっていうのを含めて、はい、伺えればと思います。ありがとうございます。やっぱり学校の経営と、会社の経営とですね、最も違うところが何かっていうと、おそらく2つあると思うんですよね。1つは、やはり公的な補助金が、やはり学校の経営の場合はですね、これは非常に大きな要素を占めてますので、ある意味その常に公というものをですね、意識した上で全て考えていかなきゃいけないと。これはもう決定的に違いますね。であともう一つはですね、非常にちょっとせちからい話にはなるんですが、やっぱり一回ですね、生徒の募集に失敗してしまいますと、これがですね、非常に大きなダメージになると。一つはその次の挽回がですね、1年後になってしまうという。それからですね、高校ですと3年間その失敗をですね、引きずらなきゃいけないと。当然のことですが、転校する生徒がですね、たくさんいるということは想定しにくいので、これはもう非常に大きいですね。じゃあ定員割れにならないように。そうなんです、そうなんです、そうなんです、そうなんです。それをのためには、常に学校の評判を高めておかないといけない。そうなんです、そうなんです、全くその通りです。はい、ありがとうございます。